第一は1年間でフランス語が完全にできるようになるっていうことなんですね。まず1年生に入ったらフランス語を徹底的に学びます。1年生では5コマですね、フランス語をやることによって1年後には完全にフランス語の文法が分かるというところまで持ってきます。でその5コマの中にはフランス人の先生の授業もありますので、その実践的なフランス語も学べることができる。1年生でそのフランス語の基本が大体できてしまうので、2年3年4年となると、今度はその自分の好きなジャンルについてフランス語で実際に文献を読んだり、それからネットで情報を検索したりするっていうことをやるようになるわけですね。フランス語はあくまでも道具なので、それを使って自分がどれだけ情報を集めたり、それから楽しむことができるかっていうことが、まあ大事なことなんですね。もともとここは文学を専門とする学科だったんですけれども、でも今学生さんの興味が非常に広範にわたっているので、文学だけではなくて演劇とか映画とか、場合によってはそのバレエとか、それから食文化の研究なんていうのも論文のテーマにする学生もいるんですね。フランス語を使って勉強ができることであれば、ともかく何でも OK ということです。自分が得意なジャンルを見つけてもらうっていうことがやっぱり重要になってきます。でそれはやっぱり学生さん自身の意思と気持ちに基づくものなので、できるだけ早くそういう自分自身の得意なジャンルを見つけてもらうっていうふうに考えています。まず言葉を道具として使いこなす能力ですよね。結局今の時代はネットが発達したといっても、結局媒体は言葉なんですね。それでまあ日本語はできるとして、英語が第二外国語でできるようになったとしても、まあ、ほとんどの人は英語をある程度はできるわけです。ですから英語を媒介にする知識とか情報っていうのは、まあ大体みんなが共有しているものが多いけれども、フランス語ができるようになると、それ以上の情報とか応用をいろんなジャンルについて拾ってくることができるわけですね。ですからそういう意味で他の人が持っていない情報を持つっていうことがやっぱり現代社会においては重要なことですから、それが可能になってくるっていうことですね。私が研究しているのはフランスの19世紀の小説で、特にバルベ・ドールビーという日本ではほとんど知られていない小説家を研究して、パリ大学で博士号を取りました。でも僕は学生さんに対する時には、自分の専門をその学生に教えるっていう気持ちはほとんどなくて、学生がやりたいと思うことに対してどれだけ有益なアドバイスができるかっていうことが重要だと思ってますので、ですからその学生にできるだけ寄り添って、その人の好きな領域ではこういう本を読んだ方がいいよとか、それはフランス語だけではなくて日本語でもそうですよね。そういう一般的なアドバイスをできるだけたくさん与えるようにしています。フランス文学っていうのはですね、人間のなんか深い秘密みたいなものに踏み込んでいく文学なんですね。で人間はそのもちろんいいところもあるけれども悪いところもあって、そういう悪徳の魅力みたいなものもフランス文学っていうのはこうすごく鋭くえぐり出すんですね。人間とは何かっていう根源的な問いに一番僕にとってよく答えてくれたのがフランス文学だったんですね。フランス語ができることによって、自分の好きなことの情報とか知識がものすごく広がるっていうことがあるんですね。例えばお菓子が好きな人っていうのは世の中にたくさんいるわけですけれども、あるいはフランスのお菓子を知っているという人もいるかもしれません。だけれどもその知識っていうものは日本語から得られる限りでは本当に少しなんですね。でもフランス語ができると、直にそのネットを通じてフランスのお菓子を注文するとか、あるいはフランスのお菓子の作り方の本を勉強するとか、あるいはそのある地方特有のお菓子についての知識といったものを直に取り入れることができます。それを本当に真剣にやれば、多分日本で本当に数少ないフランス菓子の専門家っていうものに学生であってもなれるんですね。そういう強みがあります。文化に興味があって知的好奇心があるというふうに自負している方は、ぜひこのフランス語圏文化学科に来てください。Je vous souhaite une bonne vie universitaire.